スタートしましまたほぼ揃いました正面スタンド前での,の先行争いうちで1番レディー・イン・キモンいいスタートを切っていますが楽な手応えで3番ニューヘリテージが並んでいきますさらには4番のグランドサッシもそれに接近。 あとは一羽審査、5番のネイティブコード、うちから並んでいく2番のニット・ギブソン。最後方は外目から6番のエースとデスティネという体系です。各馬第1コーナーのカーブへと入っていきます。まずはコーナーワーク、1番のレディーイン・キモンが先頭に立ちました。リードは体半分ぐらい、外から3番のニューヘリテージがそれに迫ります。あとは一羽審査、3番手に4番グランドサッシの追走にコーナー、一羽審査、ちから2番ニット・ギブソンが行って、あとは外から5番のネイティブコードが並ん してきまして、これから向こう正面です。そのうちはもう6馬身ぐらい離れまして、最高方6番エストデスティネという体型です。これから向こう正面の中間へと入っていきます。1番のレディーインキモンリードは体半分ぐらい。リードは？ 半馬身で外からじわっと3番のニューヘリテージが迫りますがまた突き放しましたその後は1馬身、外目に4番グランドサッシュ3番手それから1馬身半差2番のニット・ギブソン、外から半馬身5番のネイティブ・コードの追走で残り600を通過その後ろは4馬身あ6番のエースト・デスティネ相変わらず最高峰を進んでこれから34コーナー中間へ。さあレディーインンキモンをかわして3番の ニューヘリテージが先頭に立ちまして400を追加それに外から4番のグランドサッシュが並んでいきます前2頭の争いですその後ろは2馬身3馬身差追い上げる5番のネイティブコード直線コースに入りました前2頭が並んでいますが今度は4番のグランドサッシュかうち3番のニューヘリテージ食い下がって2頭の競り合い続くあと 100m その後は大きく離れまして3番手は5番のネイティブコード2頭の争いから4番のグランドサッシュグランドサッシュゴールイン2番手3番ニューヘリテージ